博士、できましたか？できたぜ、おめぇ。シールド戦のデッキ。できたぜ、マジ、俺、バリクソ最強っすよ。俺もシールド戦のデッキ、ほんとに強いのできた。マジで。もう、神構築。いや、俺の神構築だから。いや、多分、ね、分かってない。いや、分かってない。何をポケモンカードの、何にも分かってない。お前は違う。お前は違う。返してもらうから。いや、まだ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 。お前、俺が当てるやつ。これで、そうだね、勝ったら返してもらえる。じゃあ、勝ったら。俺が勝ったら、あ、勝った勝った、お前が勝つことないから お前が勝つことないから、はいはい、ワロスワロス、じゃあ最初は7枚7枚だ、1,2,3,4,5,6,7 任せてくださいよ。で、シールドは今回シールド戦なんで4枚ですね。そうだね、最大4枚、最大4枚上から、はい、俺先4枚置いていいやつ。あ、そうか、置いちゃいけないわ。ダメじゃん、置いちゃいけないわ。種ポケでも俺はどうせ種ポケもいるから。あ、俺はどうせ種ポケもいるから。俺もいるわ、絶対いるって俺は信じてるから。じゃあ、いるんだな、これが。こうだな、俺は。はい、はいはいはい。いや、まあまあ、見とけ。いや、これ強いわ。俺も強いよ。マジ強い。マジ強い。ビビり散らかすぞ、お前。俺も強いよ。マジでビビり散らかすぞ、お前。これと、これ。はい。いけ。いけ。いけ。俺のポケモン。最初はグー。じゃんけん。はい。はい、じゃあ俺先行。はい。じゃあここ。はい。せーの、ギリギリだ、ジュラブドン、はい、カホネギ、カホネギ弱、はい、ガラルサニー5にサライジャ V、 ネイティ、ガラルバリアード、イエスサー、オッケー、やってやろうぜ。いよ、本当はじゃんけんね、あの手札見る前だったけど、まあしゃあない、しゃあない、いくぜ、俺たちドロー、俺たちルールねえから、俺たちルール存在しないから、俺たち、俺たちにルールはね。じゃあ俺はここに水エネルギーをつけて、あんなとこに水エネルギーつけちゃう、あいつバカじゃねえの。で、俺はバカじゃないの、ここで、うん、アホンゴね、そうだな、あ、そうだ、サポーター使えない、ターンヘッドだ、うん、アホンゴね、ドロー、はい、あー、なるほど、じゃあお前行くぞ、俺サイネルギーつける、サイネルギーつけるからな、お前オッケー、サイネルギーつけるからな、はい、こいつは、メタルシャープナー、はい、自分のトラッシュから鋼エネルギー1枚選び、自分のポケモンにつけられるが、はい、鋼エネルギーなんて入ってない、オッケー、30ダメージだ、30、お前に30のダメージ、強いぜ、ジュラルドン、くそ、普通に強いぜ、普通に強いぜ、俺のターン、お前これジュラルドン1匹でいけ、どうしようだよ、お前それはないな、それはないな。じゃあ俺はここで野郎を使います。はい、自分の手札を2枚までトラッシュして、そのトラッシュした枚数かける2枚いける。最強、あいつ事故ってんじゃねえの、1、あいつ N で事故ってら、3、あいつ N で事故ってら、おっしゃ、じゃあ俺はカモネギを出すぜ。カモネギカモなんだよ、ガラルサニーゴに、わ、やばいやばいやばい、あいつマジやばい。そして俺はここであいつマジやばい、サライジャ V に、サライジャ V に基本等エネルギーをつけて、やばい、あいつ220とかダメージが出るのか、もしかして。これで俺はターンエンドだ、あいつ頭おかしい、あいつ頭おかしいことしてる、やばい、あいつ頭おかしいことしてる、まずいぞ。じゃあ俺はガラルバリアード、ガラルバリコーオール、オーケー、バリコール、ガラのネイティ、ネイティを進化、うわー、どの進化、強いぞ、意外と進化できるね、強いぞ、俺回ってんじゃないの、回ってないの、回ってんじゃないの。そしてネイティオに草エネ、はい、草エネ、ネイティオに草エネつけます、はい、メタルシャープナー30、うわー、受けてやろう、メタルシャープナー30だ、はい、合計で60点、えっ、さあ、そして終了ですね、終了だな、俺のターン、ドロー。じゃあ俺はここで基本水エネルギーをつけて逃がすぜ、はい、やめろ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 、サダイじゃん、やめろ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 、はい、やめろ、ツー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 、スナックライ30、あ、そうだね、スナックライ30ダメージ、ツーツー、1,2,3、弱で、自分のトラッシュから統合エネルギーを1枚選ぶ、弱い、強い、このポケモンにつける、弱い、強い、強い、強い、しっかりとここでつけるように、ここでつけるように俺は捨てていたんだ、強すぎる、お前ターンエンドだ、時間使うのやめろよ。さあどうする、でもそいつぶっ殺したら2枚ぐらい取れる、2枚取れる、あーポケモン V2 枚取れる、 VMAX は3枚取られる、あ、待って、俺可能性の獣来たんだこいつ、なんだと、あとでカジチ、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 草エネ、草エネ、ハンダ、ハンダが切れたか、まあいいでしょ、ハンダが切れるか、何のポケモンか、ハンダが切れたな、ハンダ切れるか、何のポケモンか、ハンダが切れたか、ちょっとダメージ与えとくか、はい、メタルシャープナー30、30点受けよう、1,2,3,0、可能性の獣行くしかねえ、はい、じゃあお前のターン終わりか、終わり、俺のターン行くぜ、ドロー、終わり、じゃあ俺はここで、そうだな、カモネギに、カモネギに、何やってんだあいつ、カモネギに水、カモネギに水でつけてるぞあいつ、カモネギに水エネルギー張るぜ、カモネギに水でつけてやがりますよ。そしてこれまずいことに気づいたぞ俺は、何、サンドプレス押したら次のターンからまさか打てなかった。
いや2個ここで使ったら2個トラッシュ、2個トラッシュする。1個でもついてけばなんとかなるような気がするけど、いやここ俺はもう攻める。お前はどうせレンズルック転がりもどうせ次は打てねえ。行くぜ、サンドベース220点。いやーやばい、ここで俺は投影の力を引く。いや技打てるポケモンが今いない。イエスさん身代わりになってくれ。よっしゃ身代わりになってくれ。お前は身代わりしたのがミスだよ。いや、カジチお前にやってもらうしかない。ここカジチに水エネ貼る。ちなみにこれ草弱点だ。お、最強じゃん。まあまあまあ逃げられないんで、はい、ここは終了ですね。俺の台行くぜ。ドロー。お、これは悪くない。まずはたっぷりバケツ。たっぷりバケツ。デッキから水エネルギーを2枚。あんだけ水あってもしょうがねえぞ。ハンドに加える。はい、しょうがねえ野郎だな。じゃあシャフお願いします。はい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 。そして俺は基本投エネルギー。いやそれだけじゃ何にもなんない。つなぐらい。これ足りない。30点ダメージでトラッシュから。つえ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 。加速できる。つえつえ。ほらな、こういうこと、こういう技ができるから。ポケモン任せ。リリー欲しい。大変だよ。リリー欲しい。リリー。ここにあるリリー。ここリリー欲しい。ドロー。はい。リリー欲しい。ガラルサリーゴ。オッケー。いやこいつ何も打てねえ。お前人柱になってくれ。あいつはね、サンドブレス打てねえはずだ。終わりだ。終了。あいつはドロー。サンドブレス打てねえよ。そうだな、まだサンドブレスは打てねえ。まだサンドブレスが張ってくれる。ここはサンドブレスはまだ俺は打てないな。じゃあガラルカモネギに水エネルギーを。やーね、育ってる育ってる。ただこれ、これ以上別に育ったところで育ってるよ。何にもならないという。育ってる。そしてソニアを使うぜ。ソニア自分の山札が種ポケモン2枚上で相手に見せてから手札に加えるか、基本エネルギーを2枚。いやお前強い強い。お前のカード強い強い。よっしゃ基本エネルギーは強い。ちょっと待ってくれ。ガラルがカモネギに水エネルギー張ったのミスだったな。仕方ない。ここはじゃあ邪魔見ろ。砂ぐらいだ。30ダメージ邪魔見ろ。砂ぐらいで30ダメージだ。そしてトラッシュから基本エネルギーをつけるぞ。60。ほらやべ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 、溜まってきちゃったやつ。何もできずに負けるんじゃないか。俺だよ。ドロー。いやまだ分かんないっすねこれ。まだ分かんないっすよ。確かに俺はサダイで倒されたらまずい。そうだろう。ここね5枚目インテレオン。あ、何インテレオン。お前エネがないから。お前エネルギーがねえんじゃねえか。いや大丈夫、イエスさんまだ耐えるんでね。こいつ行くぜ。はい、終了。俺のターンドロー。お、来た。ガラルネギがないと。ガラルネギがないと。そして俺はここでさあ、ダイジャ V に。いや、全然怖くないね。全然怖くない。そしてはい、ここは砂ぐらい。切ったなお前。砂ぐらい。切ったなお前。砂ぐらいだ。ちょっと。こっち死ぬな。こっち HP100 だから。オッケー。次死ぬ。終わりだ。はい、ドロー。あ、今ドロー。はい。いや、これはネイティオに。はい。エスパー。はい。エスパーエネルギー。ダイノだろ。ああ、ダイノ。俺だったらドロー。あ、こいつが破壊された時お前。ルチャブルつけて。お前バカ動くぞ。はい、オッケー。お前が動くぞ。基本水エネルギーつけて。ほら、砂ぐらい30点だよ。いいでしょう。さあ、一枚取るぜ。いいぜ。ネイティオが行くぜ。ネイティオなんだ。カジッチかと思った。ネイティオが行くぜ。ネイティオなんなんだ。はい、じゃあ私のターン。どう、はい、どうぞ。そうですね。じゃあネイティオ、はい、サイコキネシスという技がありまして、はい、相手のバトルポケモンについてる、エネルギーの数かける30ダメージ。なにそんなにミスしなかったなに誰も使わないだろう、こんなの。1、2、3、4、5。もう150。150プラス10。160点ダメージ。なに最強すぎる。最強すぎる。ネイティオ最強。打っていいの？あ、いいよ。オッケー。160。あ、強い。え、今な？いや、160、190、190、あと30。あと30死ぬぞお前。やばすぎ、俺さ、ドロー。やばすぎる。30だお前。やばすぎる。死ね。俺はここで、ネギがないとに、ネギがないとエネルギー待って待って待って。つけて。待って。じゃあ俺はサンドベースだ。やばい。ここで、2円トラッシュして。やばい。最後残り1枚。やばい、まずいですよ。マジっすよ。どうする？マジっすよ。カジチュこいつは HP40 しかねえ。こいつは HP が40しかねえ。行くぜ、ドロー。はい。いや、お前にかかっているもん。カジチュお前がやるんだ。他の誰でもない。お前がやるんだ。
あ、待った。あー、そうだね。サニーゴに、はい、超エネつけます。はい。カジチはお前無限の可能性秘めている。連続転がり、10にプラスで、裏が出るまでコインを投げ、表の数かける30ダメージを追加だ。あー、なるほど。無限にダメージを出せる。無限にダメージ、表。よし、表。はい、この時点でお前死んだだろ。まあ、でも一応やっとき。表。無限に表が出る。はい、裏が。40の、お前弱点2倍。80、倒される。2枚取れよ。最強。ガジチ最強。全然俺最低じゃないから。ガジチ最強。あとこれ。ガジチ最強。聞いてくれ。最強。聞いてくれ。ガジチ最強。聞いてくれ。これ出たら。なんだよ。これ180って出るんだ。出ないよ。お前エネが足んない。エネが足んない。エネ足りてんだ。足りない。足りない。あれなんだ。お前なんなら突き刺すでもお前一人に来るのやめろ。突き刺すでも負けるじゃねえかお前。待ってくれ。やめてくれ。いいか終わらせて。リーデ欲しい。リーデ欲しい。こっちはこっち出すやろ。マジでお前舐めてんのお前。一回マジ舐めてんのお前。一回ハンデだ。舐めやがって。一回ハンデだ。サバミのだってお前。お前もう仕方ねえ。これ最後な。最後のハンデ。助かります。助かります。お前ちゃんと。タイドか。俺のターンか。タイドして。俺のターン。タイドして。タイドしてよ。タイドして。はい、じゃあここにつけてタイド。はい。しゃあいつマジでしんどけや。カスが。早くしろよ。マジで。ルチャボ。はい、ルチャボ。雪かぶり。雪かぶり。雪かぶりに。はい。2歳で続けて。カジチ連続転がりよ。やってこいよ。連続転がりだ。いくぞ。よし。1回目。40点。まず1回目。はい。40点。連続転がり。オッケー。え。よし。40。あと1回もだったら倒せる。はい、お前裏じゃねえか。40終了。あ、間違えた。これあ、でも表、これ表、これ表で、また10でしてるから。10でしてるから倒そう。はい、で、ここで倒れるんだけど、効果はい、滅びのボディ。このポケモンがバトル場で相手のポケモンから技のダメージを受けて気絶したとき、自分はコインを1回投げる。表だったら技を使ったポケモンを気絶させる。終わりー。やばー、トリンピー。あー、はい、気絶です。参りました。帰った。参りました。あ、インテリも入ってた。ちなみにこれ、気絶してなくてもこれで50。最強の絶望。お前舐めやがって、お前。お前さ、舐めやがって、お前。この内容の資料戦でお前、エネルギー何色入れたんだ。何色？ 3 色入ってた。3色も入れたからだ。何を間違ったんですかね。3色が多い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 。多いんだ。強いっすよ。3色が多いんだ。一番下じゃねえか。一番下。そうだ。ということで、資料戦私勝ったんで、はい、返してもらおうか。返してもらおうか。いや、1枚じゃないな。それ、早く返してもらおうか。いや、これだけじゃないな。おい、順番変わるからやめてくれ。せっかく順番通りに並べてんのに、このまま順番ぐちゃ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 で帰ってくるじゃねえかお前。おい、変な順番で返すな。じゃあ、はい、さよなら。さよなら。さよなら。ダメ。さよなら。はい、まあまたな。そう、おめえはまた、そう、またお前そのリリーを俺は奪いに来るからな。分かんない。盗賊だから頑張れ。俺はリリーを奪うまで諦めない。もうちょっとポケモンカード勉強してくれ。くそくそ、必ずお前からリリーを奪ってやる。